はい、どうもこんにちは、酒井です。で今日はね、ジャック・ラッセル・テリアの特徴をリッツ君と一緒に解説をしていきたいと思います。リッツ君はね、現在12歳なんですけれども、12歳には全く見えないくらい若々しくパワフルな印象ですね。見てください、このキリッとした凛々しい目を。店長のジャック・ラッセルのイメージってどんな感じですか？面白い例えがあって、軽自動車の体に F1 カーのエンジンを積んでいる、まあ、そういう、もうパワフルなイメージだね。体は小さいんだけど原動力あふれる感じ。そうそうそう、もう本当に小型犬の中ではダントツにその運動能力だったり、まあ、運動量もなんだけど、うん、高い犬種ですね、うん、イギリスで生まれた犬種なんですね。名前の由来がちょっと変わってまして、普通の犬種だと地方だったり、もしくはその名前自体が意味を持っていたりっていう名前が多いんですけれども、このジャック・ラッセル・テリアについてはジャック・ラッセルというジャック・ラッセルさんという方が生み出した犬種なんですね。なのでジャック・ラッセルさんが生み出したテリア種ということで、そういう名前がついております。19世紀の中頃くらいにフォックス・テリアにボーダー・テリアやビーグル、このあたりの犬種を掛け合わせて生み出された犬種だと言われています。で、何をしてたかっていうと、やっぱりフォックス・テリアの血を引いているんで、キツネ狩りをしていたんですね。ですから優秀な猟犬だったんですね。続きまして、ジャック・ラッセル・テリアの性格だったり、まあ、特徴ですね、そのあたりについてお話をしていきます。僕の印象では、映画のマスクっていう、まあ、かなり昔の映画があるんですけれども、それで出てたのがすごくイメージ強いんですよね。猟犬として誕生しただけあって、まさにハンターというのがぴったりの運動能力が大変高い犬種になります。走り回って遊ぶことがとっても大好きな犬種なので、飼い主様はしばしばそのパワーに圧倒されてしまうことも多いようです。夢中になりすぎると予想もつかない行動を取ることがありますので、そのあたりは飼い主様注意していただけるのがいいですね。ジャック・ラッセル飼ってる飼い主さんの困りごととしては、どうやって疲れさせようかみたいなところって結構あると思うんですよ。もう本当にね、エネルギー無限みたいな、無限じゃないんだけど、うんうん、そういう犬種なので、確かにそれはあるね。皆さんどうやって工夫されてるんですか？僕のおすすめは、お散歩は無理。無理？お散歩でジャック・ラッセル・テリアを疲れさせるっていうのは無理じゃないかなと思ってます。限界があると。限界がある。ボール投げとか教えてあげて、ちょっと広めの場所、うん、そういったところでやれるのが一番いいよね、うん、取ってこいとかは覚えさせた方がいい、うん、そうそう、変わるとかでやってる人も多いんだよね。だからそこはちょっと注意必要かな。危ないっていう意味で、できれば囲いがあるような自宅のドッグランとかお庭とか、そういうところでできたら一番いいよね。ただね、このジャック・ラッセル・テリアはちょっとね、気が強いっていうか、頑固な一面も持ち合わせてるんですね。普段はね、親しいワンちゃんたちと一緒に仲良く遊んでいるんですけれども、ふとしたきっかけでトラブルが発生してしまうということもありますので、そのあたりも飼い主様がよく見ていてほしいなと思います。その反面、しつけが非常にしやすい、頭がいい犬種なんですね。ですのでこのリッツ君もいろんなことできるんですよ。例えばどんな技ができるんですか？ちょっと見ててくださいよ。ちょっと裏技出しますよ。ささみですね。リッツ、これ吠えろっていう合図なんですね。はい、いや、ちょっと待ってもう一回いくよ、もう一回いく、はい、ちょっと違うなちょっと違うな、はい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 、すごい。そうね、これね、後でもう一丁すごいの出してきますんでね、楽しみに最後まで見てください。飼い主さんじゃなくてもちゃんとできるってすごいですよね。いや、すごいのよ、それが。だからやっぱりそれだけ賢いっていうことなんだと思うんだよね、うんうん、続きまして、ジャック・ラッセル・テリアの毛の特徴についてお話していきます。この白をベースに茶色や黒の2色バイカラーであったり、もしくはその3色が入るトライカラーであることが多いです。毛質は3種類ですね。スムース、ブロークン、ラフで、リッツ君は中間の毛の長さのブロークンですね。割とザラザラっとしたような、うん、そういう毛質ですね。で、これはラフのその長さでも変わらないかなと思うので、はい、ちょっと固めの毛質ですね。毛玉やもつれはそんなにできにくい犬種ですね。抜け毛は結構ありますよ。
で、あのシャンプー料金なんですけれども、スムース、ブロークン、ラフ、毛の長さなんかでも変わってしまうとは思うんですけれども、だいたい5000円から7000円ほどになるんじゃないかなというふうには思います。男の子と女の子で若干変わると思うんですけれども、だいたい平均6キロから8キロくらいになるかなと思います。リツ君は 7.5 キロくらいなので、平均じゃ平均なんですけれども、ちょっと最近太めになってきてる印象がありますね。ですよね、はい、そしてこのジャック・ラッセル・テリアのなりやすい病気なんですけれども、体質的に強い犬種でして、そんなにこれといってかかりやすい病気とかないんですよね。ただ強いて言うなら、皮膚がちょっと弱いかなっていうのと、目のトラブル、まあ、白内障とかですね、そういうものは起こしやすいかと思いますので、小さい頃からのケアは考えていただけるといいですね。ジャック・ラッセルは猟犬ということなんですけど、なんか吠えたりとか、その辺ってどうなんですか？うんうん、吠えない犬種ではないね。遊んでとか、うん、割と自分の思いを周りに伝えるために吠えるかなっていう印象あるね。吠えるけど、そんな気が荒いっていう感じではないので、割と小さい子供とかとも仲良く遊んでくれるようなイメージはあります。はい、で今日はね、リツ君と一緒にジャック・ラッセル・テリアの特徴といろいろ話してきたんですけれども、小型犬の中ではとてもパワフルな犬種になるんですけれども、大型犬が飼いたかったんだけれども、ちょっと自分には難しいかなって思っていらっしゃる方や、お外でのアウトドアなどをワンちゃんと一緒に楽しみたいっていう方には、とってもおすすめできる犬種なのかなっていうふうに思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ほい、お疲れさん。はい、バイバイ。はい、ということで今から飼い主様による技の実演を見せていただきたいと思います。じゃあ行くよ。はい、8、はい、はい、はい、おー、すごい。よし、すごい大技。